スピードのワークを高く
7番リリーラッシャー、8番レイビル、9番はリアルグローリー、10番ブラッツォ、11番ポーカー、12番サトノドルチェ、13番湘南ナージャ、14番ハイフッドエース、15番名将板前、16番ロカビリークリップです。以上16頭によって争われます。後半戦を迎えまして、午後になって芝コースも両と回復しています。阪神競馬場、現在馬場コンディション芝が両ダートやや重のコンディションです。両馬場芝コースのマイルでデビュー戦を迎えます16頭。スタート地点向こう上面の中ほど。さあ現在名将板前、少し枠入りを嫌っているようです。さあ名将板前が促されてあと1歩、どうやら収まりました。ゲートの後ろで待っていました角馬がこれから6力と促されます。5番のクロステック、そして1番のウィングローリー、7番のリリーラッシャーなど向かいます。11番のポーカー、湘南ナージャが向かいます。サザンステート、7番のリリーラッシャー少し後ずさり、勢いをつけてリリーラッシャー、どうやら収まったようです。ウィングローリーが1番ゲート入りました。そしてサザンステート、スピリットワールド、サザンステートとスピリットワールドが収まって、ブラッツォ、そしてハイブッドエース、そして12番ゲートサトノドルチェ、ゆいゆい収まって、最後のゲートインはロカビリークイック、16番ゲートロカビリークイックが促されてゲートイン。16番ゲート全馬の枠入りが終わりました。体制完了、スタートしました。さあ少しバラッとしたスタートになります。何がいきますか、先行争い。まず内4番のスピリットワールドがじわりと前に、1番のウィングローリーと続いております。そして後方の2頭ですが、わずかに16番の名将板前が後方から2頭目、最後方から5番のクロステック、クロステックは最後方からレースを運んでいます。さあ先頭はこれから第4コーナーをカーブしてまいります。600切りました。前の争い16番のロカビリークリップが逃げる展開、これを外から見るようにサトノドルチェが今2番手の位置から、さあ直線コースへと向かいました。さらに外からは13番の湘南ナージャが並びかけて、さらに外11番のポーカーがじわりじわりと伸びてまいります。馬群の間から6番のセルバーグも前に接近する構えを見せている。間食い下がっている12番のサトノドルチェだ。さあ前の争いは3頭4頭の争いから、今度は左右打をつきました6番のセルバーグが抜けるか、セルバーグが抜けるか、そしてその外からは12番のサトノドルチェが2番手、2番のサザンステートがぐんと伸びてくるか、6番セルバーグ、セルバーグ5位、2着3着は接戦です。10番のサザンステート、そして12番のサトノドルチェ、この2番手3番手は接戦、しかし35秒6です。上がり 800m は47秒5、 600m は35秒5とゲージ動を取っての勝利。さあそして2番手の争いですが、2番のサザンステートがどうやら単独2番手を確保しているようです。その後12番のサトノドルチェ、あとは開いて11番のポーカー以下が続いております。
一番人気だ。阪神競馬第5競争レイクレビュー阪神2歳の新馬戦、芝 1600m の競争は1着6番セルバーグ、そして2着は2番のサザンステード、3着は12番サゾノドルチェ、4着11番ポーカー、5着は4番のスプリットワールドで選別を始めております。立ってまでお待ちください。